最近梅雨がそろそろ近いじゃないですか、で川に大敵な一番やっちゃいけないことっていうのが、水が一番川なんで、湿らせるっていうかそういうのが厳禁なんですよね。髪の原因になったりとか、雨の日とか。そうなんです、そうなんです。でも梅雨だとやっぱり雨の日ってしょうがないじゃないですか、でそういう日にも革靴を履かなければいけないとなった時に、その雨の日にその後どういうふうなケアをしてあげるかっていうのがすごい大事になってきて、あ、なるほど。で靴好きの中でやってはいけないと言われている3つのポイントっていうのがあって、そうなんですよ。でまず1つ目が、濡れた革って中に新聞紙とか入れて乾かすじゃないですか。よく、なんかよくやりますよね。やったことないけど。でそのやったことないけど、まあでもよく言いますよね。親父とかの、ね、世代ではよく、はいはい、ね、で入れて、まあそれ入れる分にはいいんですけども、すぐ出さなくちゃダメで、特に一番最初のはもう5分とかで出しちゃう。でそれで2回目のも、まあ、10分ぐらい出してあげて、3回目のはまあ20分30分とかで出してあげるみたいな、こまめに変えてあげる、こまめに変えてあげなきゃダメで、でさらに、一番そこでやっちゃいけないのが、それを入れたまま寝るっていうのがダメなんですよ。あ、そう。いや、そんな人ばっかだと思うよ、やってる人は。で入れないよりもダメなの。そうなんです。で入れて交換する分にはいいんですけど、それを入れっぱにして何時間も放置しちゃうと、この靴の中が湿ってる状態なんですけど、それが普通だとこの履き口から湿気がどん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 蒸発してくれるんですけど、それを防いじゃって、蓋してる感じになっちゃう。そうなんです。逆に逆効果になってしまって、なのでやらない方がいいっていうふうに言われてるんですね。それをもう寝ちゃうならやらない方がいい。そうなんです。寝ちゃうのであればもうそのまま、まあでも少しは乾かした方がいいんですけども、はいはい。新聞の記事は大丈夫？そのエロ面とか別に何でもいい。そこは濡れやすいとかない。そんなうまい話はないです。乾燥しやすいとかない。あとで、やっちゃいけないことも。もう2つ目は、あとドライヤーで直接乾かす、あれもやっちゃいけない。あれ、あれ実はダメで、なぜかというとドライヤーとかで急激に乾燥しすぎちゃうと表面だけ乾燥まずするじゃないですか、で中だけやるの、あ、中だけやるんですか。中だけやるのは何回かやったことあるんだけど。あ、そうなんですね。でもそれはどっちかが急激に乾燥しちゃうと、そっちの部分だけ皮が収縮しちゃうんですよね。だから割れちゃったりする。割れちゃったり、だから外に影響が出てくる、中が縮んじゃうことによって、はいはい、そういうリスクも出てくるんで、まあ、なるべくやらない方が良かったりするんですよね。参加者の3つ目は、その革靴の場合は履く前に必ずもう一回乾いた後履く前に靴磨きをするっていうのがすごい重要で、なぜかというとこれ雨に濡れて、濡れた靴、これどういう状態かっていうと、その雨の水と一緒に靴の中にある油分が出てきちゃってる状態なんですよね。だからもう靴がカラッカラの状態なんですよ。あ、でそのカラッカラの状態で靴を履いてしまうと、またここに割れてしまったりとかするんですよね。なのでその前に、履く前に一度クリームを、もう極端なこと言うとこの履きじわのとこ、ここが一番曲がったりするとこなんで、もうここだけピャッて塗るだけでもいいんですけども、まあ、履きじわも絶対しょうがないの。履きじわ出るのはしょうがないです。しょうがないんだ、はい、それは味だ。味です、そうです。でこの履きじわの部分に一番ストレスがかかるんで、まあ、最悪ここだけでもクリームちょっと塗ってあげて、靴を履いてあげると、まあ、そういうふうにケアをしてあげると、靴が10年とか20年とか履ける一品になってくる。靴ってやっぱり大切だもんね。そうですね、本当に足元からっていうぐらいだし、やっぱなんか相棒として長く付き合っていくっていう、あの履き方もなんかいいんじゃないかなということで、なるほど、はい、靴磨きを通してそういうのも発信できればなということで。